どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回ですね、私がこよなく愛している、まあ動画でもね本当にたくさん出してきたんですけれども、まあアーチャー200対戦法ですね。アーチャー200対戦法っていうのはまあ言うまでもないですけれども、まあ外に溜まっている資源を狩ると、そしてまあ200、まあ20万とかこんな感じで結構めっちゃ買っていくというですね、戦い方なんですけれども、そのやり方のですね時間帯というものはいい時間帯がありまして、それはですね、午後日本時間午後、3時頃から午後9時頃、その6時間が、すごいヒットポイントじゃなくて、そのヒートタイム、非常に暑い時間帯なんですね。それなぜかっていうと、クラッシュオブクランの主な人口っていうのは、アメリカ人がすごいやってるんですね。アメリカ人がめっちゃやってるということで、日本時間の3時から9時っていうのはですね、アメリカ人でいう深夜1時から、朝の7時なので、そのもうアメリカ人が寝ている時間なんですね。寝ている時間を、ここが注意ポイントなんですけれども、寝ている時間に溜まっている金山の量、資源をですね取るのではなく、放置村ありますよね。結構まあ放置村、私が結構倒してる、まあ放置村のですね、その競争率が低くなるんですよ。どういうことかっていうと、アメリカ人が起きてるとですね、その分人口が多いアメリカ人と僕たちが争わなくちゃいけないんですよ。そのうまうま村、放置村を探す時にね、そこでアメリカ人が寝ていてくれるとですね、もう激戦区から絶対に外れるわけですよ。なので攻めてる人が、まあ、日本人であったり、まあ、韓国とか、まあ、そこら辺の、アジアというかアメリカの大人数を占めるアメリカとのですね、まあ、交戦を避けられるといいますか、そのうまうま村がですね、もう日本の一番いい時間になるんですね。なので私はクラクラホットタイムと呼んでいるんですけども、そのクラクラホットタイム、まあに、まあ、そうですね、そのクラクラホットタイムでやると本当めっちゃねたまりやすいです。まあですね、私結構夜型なんで、あの午後の夜の10時ぐらいからその、深夜、まあ、12時までその弊社をブーストしてですねやろうと思うと、本当に弊社ブースト2時間で取れる量が300万いったらいい方なんじゃないかなって思いますね、実際。そして今日やってみたんですけども、今日400万ちょいでしたかね、400万、はい、もう結構な割合でうまうま村が出てきます。なので皆さんもですね、このホットタイム、クラクラホットタイムを活用して、いいクラクラのねもう資源どっさり計画をねみんなでやっちゃいましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。